こんにちは。よろしくです。アクアマリンさん、やっとカナダのワールド派遣選手が発表された。うん、女子マデリン・シーザス、男子ウェスリー・チュー、ロマン・サドフスキー君。え、あ、そうなんですね。あの、ペア、えー、ラリンとエイサーで、ペレイヤとミショード、ステリア氏ですね。この3組ですね。えー、アイスタンスが、 フォクニエと、えー、ソレンセン。うん。そして、ギルスとポアリエ。ラジョラとラガドラジョラがですね。うん。この3組ですね。女子はミニマム持ちがワデリンしかいないので、えー、男子、えー、2枠組はロマンになったけど、えー、気が明けでワールドは、えー、今季3戦目。ラジョラが今月チャレンジカップリエントリーを、えー、されていたのが、アディシアポールでエントリーが変わってたので、えー、心配だったけど、 ワールドには間に合うのかなうん。ということみたいですね。なるほど。うん。ようやくですか。サドフスキーくん、行くみたいですよ。今回。あそういう選考になったんですね。なるほど。これ補欠じゃないですよね。あ、派遣選手ですよね。あ、世界選手権派遣か。なるほど。おお、そうなったんですね。 そうなんだ。あ四大陸選手権とかの結果を見てか。なるほど。うん。あそうだったんだ。風呂敷からからさんおはようございます。四大陸はフィギュアがあまり盛んでない国の、えー、選手がたくさんいるので、ジャッジは甘めです。昔はミニマムもなかったのか、3回転を飛べない選手も結構いました。今は、えー、ミニマムはあるけど、回はユ,ユーロと比べると、 運命の差。そろそろタイからオリンピックに出てほしいですよね。うーんなるほど。そっか、そういうことなんですね。ミニマムもないから、まあ、そっか、欧州選手権とは運転の差。うーん。タイの女の子で、あと、金重さんっておりますよね。あの子は多分オリンピック行きますね。なんかそんな気がします。ね。でも最近タイだったり、台湾だったり、結構強い選手が出てきていますよね。えっと、台湾の子では、 あのい、いました。あの、結構上手な子いたと思います。アメリカのタビー先生がすごくなんか、ね、アジア系だったり、そういう発展途上国の選手だったり、教えてたりすると思うので、楽しみだな、という感じですよね。うん。カネイちゃんって今回四大陸いましたっけそういえば。あれいなかったよね。確か。あれいなかった気がするな。どうしちゃったんだろう。うん。 えー、そしてアクアマリーさん、えー、ソフィー・ジョリン・ボンフェルテンは、さっきジュニアグランプリではスイスから出てましたね。2023年、全、えー、スイスジュニア2位、えー。今期アメリカに移籍したようで、アメリカの地区大会イー,イースタンセクショナルに出ていて、フリープログラムでトリプルアクセルを飛んで、北ベース強打の間でも話題になってました。ボストンで練習をしてるみたいですね。えー、スイス生まれだけど、ママがロシア人らしく、 コーチとロシア語で話してる。あ、そうなんだ。ロシア語なんですね、あれね。うん。えー、地区大会は、えー、ショートプログラムコンボ抜けて、えー、総合3位で通過。うん。 全米に出られるのは4位まで。先月、全米ジュニアでは、あの、ショート7位56.31。動画のトリプルアクセルトリプルトーループアンダーローテは GOE-1.71。フリープログラムはトリプルアクセルダブルトーループ加点付きで成功するも、単独トリプルアクセルは転倒。2本目のトリプルルッツはコンボにできず、 9位に、あ、そうなんだったんですね。えー、14歳だから、まだまだ身長が伸びそう。それより私が、えー、全米ジュニアとして気になったのは、4位のエミリア・ネミロブスキーさんですって。まだノービスらしく、えー、情報が少ないけど、えー、大人っぽい滑りで、中学生に見えない、えー、雰囲気はあれらへんっぽいということですね。へえ、この選手は知らなかった。皆さん知ってましたエミリア・ネミロブスキーさんです 名前がロシア人っぽいっなんかね。関係ないか、あまりね。うーん。ああ、ということで、楽しみな選手がまだいるということなんですね。うーん。この選手は確かに、あの、キスクラでロシア語っぽい派ね、なんかスイスからっていうことなんで、ドイツ語かなと思って聞いてたけど、ドイツ語ではなかったんで、ロシア語だったんですね、やっぱりね。うーん。 さらかれさん、どうもです。浅田真マオさんが、えー、ジュニアの頃に大活躍してた時を思い出すような演技ですね。えー、それが楽しみな選手ですね。うーん。ね。すごいジャンプが器用ですよね。まあ、スピンがちょっと弱いかなって、でもスイスからっていうことなんで、まあ、スイスはスピンが、あ、でも思い出したかもしれない。なんかスイスなのに、スピンがあんまり上手,上手くない子ってこの子のことかな。ね。四回転サルコも練習してますよ。うん。 おはようございます。エ、えー、ステルな選手ですね。スイスはキミーやブリーチなど上手い選手は多いですね。リンクも少なくない方ですよね。うん。スイスは多分リンク多いのかな？そんな感じしますよね。あのー、なんか山とか景色もなんか良さそうなすい。あのリンクいっぱいありそうだな。気がしますね。うん、多分リンクはいっぱいあるんじゃないかな。うん。 スイス結構力上げてきているので、まあ、ミラノオリンピックに向けてですかね。うん。そして、えタリンクホテルスカップが始まりますね。えジュニア男子にアウレット君とジッチが出ます。うん。ジッチ君フリープログラムはえ映画、羊たちの沈黙の最古なハンニバル・レクター博士を演じます。シニア男子え、フィンランドのマカール君はえワールドミニマムチャレンジかな。これ取れないとワールド出場は ビルタネン先生にああ、なるほどですね。えー、骨折で、えー、ひど、欧州戦を欠場していたペトロティナが復帰してんだけど、大丈夫かなひど骨折をしていたエヴァロッタちゃんがバーバリアンで復活をしたけど、まだ本当してはなさそうでした。欧州戦に出ていたクリスティーナ・リソフスカヤと点数勝負。山下さんは久しぶりの国際試合ですね。セナ君は WD 残念と。 ね、いうことですね。セラ君、でもなんかね、あのー、体調の方が良くなってきてるみたいなんですけど、欠場ということなんですよね。うん。キーバス、久しぶりに出ますね。あ、でもまだ本調子ないんですね。クリスティナ・ヒリソフスカー、あ、あの選手か。今上手い選手。あの、結構ね、エレガントな滑りをする選手かな。うん。はい、ペトロティナーね、 復帰戦ということなんで。で、マカールさんはと、日本が確か好きだった選手とか、日本の曲でありますよね、確かねうん。このジッチ君、楽しみですね。で、アルレット君、同じ曲だったんです、確かにね。あ、違うか。あ、違いま間違えた、間違えますね。ジッチ君の雰囲気ですね。うん。アルレット、えー、レバンディ君は、あのー、演技、面白い演技してますね。で、前回の大会だったかな、どっかでトリプルアクセル。 を着地してましたね。うん。この選手もなかなか動きが面白い選手ですよね。うん。馬まこさん、どうもです。かぶくん、ソフィーちゃん、すごいですね。楽しみだわ。ありがとう。今日はこれから確定申告、あ確定申告いってきます。まだね、うん、確定申告なんですね。うん。レモンミカンさん。 よろしくお願いいたします。カブ君、えー、ソフィー・ジョリン・フェ,フェルトン選手、び方合ってるかな、えー、?14 歳、えー、スイスからアメリカへ。なるほどです。うんえー、フォンがつくのは欧州の、えー、貴族の家系のお家柄です。偽、うん、名も名乗っているかわかんないけど、えー、EU 委員,長委員長のウルズラ・フォンディア・ライ,オンさんライ,ライエンスさんもれっきとした貴族ですあの。聞いたことあります。 あの、この、ボンとかね、あとね、あとベンかな、ベンかなですかベンかなベンかなとか、あとフランスではね、デュッ、デュですね、デュッ。これがつくと、貴族出身ですね。うん。って言われてますね。ああ、やっぱ、フォンがつくのもそうなんですね。なるほど、なるほど。うーん。うん。多分ケビン・バンドル・ペレインもそうなのかなナオキさんよ、よろしくお願いいたします。 宇野昌磨選手のえ2023年の全日本選手権の演技に関して、フリーの4回転ループと4回転トーループの2つのジャンプにクォーターマークはついていましたが、え全日本選手権に関してはクォーターマークは比較的少なかったと思います。NHK 杯のジャッジだったら、ショートの4回転フリップもフリーの4回転フリップも回転がギリギリ足りてないんで、クォーターマークで出来売店点の方でも減点するかも。うん フリーな4回転トーループ足すダブルトーループの連続ジャンプのファーストの4回転トーループも回転がギリギリたであり得ないんでクォーターマークで出来栄え点の方でも減点するかもしれませんうん宇野昌磨選手に関しての全日本選手権のジャッジは比較的甘かったんで運が良かったかもそれですよね僕もね4回転フリップもはこれはクォーター がついてしまうのかなって思ったんで、これついてなかったんですね。うん。結構、運ゲーになってるのかな。うーん。これ本当にね、だから、試合によって変わってきますよね、本当に。うん。確かにな全日本選手権のショートのジャッジに関して、宇野昌磨選手以外には厳しかったと思います。本太選手もも回回転転サルルコーも4回転トートプの 連続ジャンプも後半のトリプルアクセルをきれいに決めたので、100点台いくと思いました。うーん、確かにですね、三浦佳生選手も4回転サルコーとトリプルトーループの連続ジャンプも、トリプルアクセルも綺麗に決めたし、基礎点が1.1倍になる後半で4回転トーループを決めたんで、 100点台行くのかなと思いました。佐藤修選手も4回転トーループとトリプルトーループ連続ジャンプも4回転フリップもトリプルアクセルも全て綺麗に決めたんで100点台行くと思いました。佐藤選手はなかなか厳しい点が出ますよね。これはあのー、だから彼もキスクラで、うんっていうなったり、ね、村先生となってたりしましたよね。こう、全日本選手権は、 何て言うのかな時々思うんですけど、やっぱこう、高い点、あの、うまい選手、だからこう、確実に、まあ、宇野選手だったりね、えー、選手には結構高く点数を上げたりするのかなそうすると、まあ、世界選手権で、こう、よりアピール、アピールっていうか、派遣すると思うんで、アピールしたいのかな、ジャッジたちにね。こういう点数を持ってますよっていう、そういうことなんかあるのかなあとは、まあ、代表選考の件で、 まあぶっちゃけこうなってほしいかっていう感じでてあの、修正とかされるんでしょう,しょうかね。今回、颯太選手は3位だったんですけど、まあぶっちゃけあの、まあ、まあ順位がそうなってすると,すると、まあ、カオ君の順位が4位かな。4位,4位ですね。なので、まあ,あのやっぱりこうそういうのもあるんでしょうかね。うん あの、そ太たくんの全日本は本当に良かったですね。素晴らしかった。あの演技は、あの、ねうん。ただ、宇野くんも後半4回転トーループだったりね、あの、畳みかけてきましたね。うん。かおくんは4回転サルコーがフリーにね、ちょっと、ステッピングアウトがあったかなと思いますけど、それ以外は、後半も4回転とトリプルトーを決めたりしてね、素晴らしかったですね、本当に。 うん、はい。というわけで、世界選手権が楽しみです。で、カオくんはこれから試合に出るということなんで、まこちゃんもね、楽しみです。はい、皆様、ありがとうございました。